ハイラル軍を破り、3つのトライフォースを手に入れたガノンドロフは、巨大な闇の力で次々と魔物を生み出しました。世界の大半が魔物の手に落ちた頃、ガノンドロフは姿を消してしまいます。ハイラル城を追われ身を潜めていたゼルダは、ガノンドロフの不在に気づくと、わずかに残っていた戦力を再び結集しました。ガノンドロフが姿を消している今、ザントとギラヒムさえ倒せば、闇の軍勢を壊滅に追い込めるかもしれない。目指すは敵の本拠地、ゲルド砂漠。ゼルダとリンク、その仲間たちのもと、ハイラル軍は再び動き出したのです。
Oh, my God.
Thank you.
Thank you.